社民党の参議院議員福島みずほさんから訴えをいただきます。福島さん、お願いします。皆さん、こんにちは。紹介していただきました社民党参議院議員福島みずほです。皆さん、安倍政権を退陣させていこうではありませんか。嘘ばっかりですよ。金曜日に参議院の予算委員会で一般質疑があり、私福島みずほ麻生さんに質問をしました。2日朝日新聞の記事が出て、11日に報告を受けるまで知らなかった。そんなわけないじゃないですか。佐川さんを辞めさせるときに解散があったことを知らなかった。そんなことないじゃないですか。調査が進行中だと言いながら、なんで麻生さん、佐川さんの答弁に合わせて改ざんをした佐川さんが責任者だとなんで言えるんですか。嘘ばっかりではないでしょうか。皆さん、第一の嘘、8億円のゴミはありませんでした。それがあるとしてダンピングして8億円引いた第一の嘘です。第二の嘘、安倍総理が去年2月17日国会でこう言いました。私や妻が関係していたら総理大臣も国会議員も辞めると言いました。関係していることは明らかになったじゃないですか。辞めるべきですよ。この安倍総理の答弁に合わせて、まさに公文書が改ざんをされたのではないでしょうか。そして3番目、改ざんが明らかになった後も嘘をつき続けております。嘘つき内閣は政治をやる資格はないと思いますが、皆さんどうですか。嘘つき内閣には退陣をしてもらいましょう。皆さん、8億円のダンピング、誰にメリットがあるでしょうか。財務省にはありません。8億円の大安売りダンピングにメリットがあるのは、利益を売るのは籠池さんと安倍夫妻でしかありません。どうですか。安倍昭恵さんは2015年9月5日塚本幼稚園で講演し、そして名誉校長に就任をしています。教育が素晴らしい、そう言って安倍昭恵さん、安倍総理はこの森友学園も応援をしてきたのではないでしょうか。8億円のダンピングはまさに籠池さん、森友学園を応援し、右翼的な教育を行う教育直後を暗唱させる小学校を作りたいという安倍夫妻の応援悲願ではなかったでしょうか。だから8億円も値引きをして売却を成立させたと思います。そこに関係していた山口県出身の前国税庁長官、当時の理財局長迫田さんには国会に来て証人喚問で話をしてもらおうではありませんか。皆さん、今回の決裁文書の中で5番目の特例措置、本省が決裁をしています。局次長も田村理財国有財産審理室長も中村課長も18名が決裁をしているんです。そして削除されたものは何か、安倍昭恵さんがこの土地はいい土地ですから前へ進めましょうと言った、涙を流して感涙をした、そういう記事ががっぽり削除されているんですよ。まさに本省の役人たちはこの件が安倍昭恵さんの関係する事件である、バックに安倍総理がいることを決裁文書の中ででも
確認をしているのではないでしょうか。だからこの文書を削除する必要がまさに前方車両左に寄ってください。左に寄ってください。だからこそこの文書をまさに削除する必要があったのです。皆さん、佐川さんの答弁に合わせて削除したのではありません。太田局長が金曜日こう言いました。大臣と総理の答弁にも合わせた、そう言いました。その大臣の答弁とは、2月17日の関係してたら辞める、このフレーズです。皆さん、1年経ったけれども嘘をつき続け、国会を愚弄し、国民を愚弄しているこの安倍内閣に総退陣を国民の力で迫っていこうではありませんか。皆さん、明日月曜日参議院で集中審議があります。私、福島みずほも安倍総理に質問をいたします。今週中に何としても佐川さんの承認喚問実現していこうではありませんか。自民党の党大会25日以前にまさに佐川さんに承認喚問できて話してもらおうではありませんか。そして安倍昭恵さん、国会に来なくちゃダメですよ。誰、真実を知っている田村室長に谷紗恵子さんが交渉を続けます。決裁で2015年4月、本省が決裁文書でバックに安倍夫妻がいることを、知った後、その後10月に谷紗恵子さんが田村室長に相談し、11月に籠池さんに報告をしています。来た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 っていう感じじゃないですか。佐川事件と自民党の議員は言ったけれど違います。アッキード事件、安倍夫妻の事件ではないでしょうか。この事件は森友学園を安倍夫妻が応援し、安倍昭恵さんが関係し、2人で応援し、8億円のダンピングをさせ、そして国会で去年答弁したために捏造し、公文書を書き換えさせたんです。公務員が虚偽公文書作成罪、同行使罪、そこまでやるとは思えません。皆さんどうですか。皆さん、嘘が支配する政治を終わりにしようではありませんか。安倍独裁が去れば明るい未来がやってくる、安倍さんが去れば改憲は遠のく、国民を国会を愚弄する安倍政治を何としてもこの3月退陣に追い込んでいきましょう。みんなの力で民主主義を取り戻す、国民主権を取り戻す、そのことを一緒にやってまいります。頑張ります。よろしくお願いします。福島さん、ありがとうございました。